はい、プライマーチャンネルの藤田と張り込みです。はい、今日もよろしくお願いいたします。このチャンネルはマニラでライフスタイルメディアをやっているフィリピンプライマーがお送りしております。ただいま6月の25日午後の5時半ぐらいですね、なんですけれども、はい、今日はあれですね、フィリピンから一時帰国を日本にしているですね、日本人のへの朗報が入りましたね。中身さん、はい、入りました。はい、先日のニュースでお伝えしておりましたロケ報道官の6月の22日のニュースになるんですけれども、緊急性の高い外国人の入国を許可しているという話をご紹介させていただきましたが、それがこのような感じで進んでいるようです。今のところ、はい、フェザー企業のみなんですけれども帰れるか、フェザー企業にある会社でお勤めの駐在の方のみ対象ということなんですけれども、フィリピンへの再入国ができる可能性が出てまいりました。はい、なるほど。ということで今日は速報なんですけれども、はい、ちょっとブログの方を見ながらご紹介させていただきたいと思います。それではよろしくお願いします。お願いします。こちらフィリピンプライマーの方ですね、ブログの記事なんですけれども、それをこう読みながら説明させていただきます。はい、ジェトロフィリピンからフィリピンに入国できない経済特区企業向けに、入国許可申請方法を発表ということです。ジェトロフィリピンは25日、新型コロナウイルスに関連する経済動向の新しい情報を発表しました。フィリピンに入国できない経済特区企業向けの入国許可の申請方法についてです。フィリピンに入国できない経済特区企業向けに入国許可申請方法を発表ということで、フィリピン経済特区庁ペザは6月の22日、フェザ登録企業に対してフィリピンに入国できなくなった駐在員などの入国申請を支援する方針を発表しました。フィリピン外務省は3月19日付で発動した発給済みの査証の無効化措置とビザの新規発給を停止しています。その結果、出国したフィリピンから出国したですね、駐在員や赴任者などが再入国できなくなっています。詳細はペザのホームページからご確認が可能です。ペザは特に必要性と緊急性があると認められた入国申請案件については、入国規制を免除するようフィリピン外務省に推奨されたとのことで、具体的には入国希望者の氏名と取り急ぎ入国しなければならない理由を記載した申請書をペザ長官宛に提出する必要があります。申請書には入国希望者のパスポートコピー、該当する場合は入国管理局を所管する、司法省の推薦状、そして可能な場合には、航空券の3点を添付する必要があるとしているそうです。ペザによるとフィリピン外務省が入国規制免除有無を決定するまでには約1週間を要するとしています。ジェトロとフィリピン日本人商工会議所 JCCIPI が6月の4日から11日に実施した緊急アンケートの結果によりますと、回答企業の日本人駐在のうち 29.8% が日本などに出国しており、フィリピン政府の入国禁止措置によってフィリピンに戻れない状況が続いています。フィリピン政府は一時帰国中の日本人駐在員のビザの取り扱いについて6月23日時点では明確な発表はまだ行っておりません。こちらはジェトロフィリピンからの情報になります。はい、ありがとうございました、刈込さん。はい、まだこれどうなんですかね。緊急レベルっていうのをペザにちゃんと説明しなきゃいけないっていう風な申請の仕方になるんですね。そうですね。ですので、まだ形が決まっているわけではなくて、100% その申請が通るわけではない状態のようなんですけれども、少し再入国に向けての、光が見えてきたといったところでしょうか。なるほど、はい、まずはちょっとチャレンジしてみて、はい、通るかどうかっていうふうにやってみなきゃいけないっていうところなんですけれども、ね、一つね、光が見えてきたっていうところがあるんで、これにね、続いてもっと許可されていくようになってくればいいなっていうふうに思いますが、はい、これからもちょっとね、ちゃんとウォッチして、お伝えできればと思います。はい、はい、以上速報でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。今日も最後まで見ていただきましてありがとうございました。よろしければチャンネル登録の方よろしくお願いします。